女優の吉高由里子35が1日 XQ ツイッターを更新31日放送のフジテレビ誰かと仲いいに言及したこの日放送の同番組では俳優の鈴木良平と各県とがゲスト出演独自の俳優感や映画ドラマの今後のあり方などを語った 鈴木、角は2014年の NHK 連続テレビ小説、花子とン』で共演。鈴木はン吉高、の夫の英治役を、角は兄の役を演じたという縁がある。二人揃った光景に吉高は、誰かと仲いでや、兄やんと英治さんだ。 って懐かしく思って誇らしい気持ちにもなってたくましく頼もしい2人の話を聞いていたのに全てまだらめ号にぶっ飛ばされたわらと MC の二宮和也が発した一言の衝撃に懐かしさに浸っていた気持ちがぶっ飛ばされたことを明かした二宮は鈴木について鈴木亮平という名前が納得できないと疑問の声を上げた 変幻自在のカメレオン俳優と言われる鈴木にとって、この名前が平凡すぎる、と二宮は感じたようで、鈴木にふさわしい名前の候補として、マダラメ号、おあげ、出演者の爆笑を誘った。吉高もまだらめ号が壺にはまったようで、寝る時もしつこくじわじわ来て今朝のアラームも何度もスルーしてしまい余裕があったはずの午前中が消えたのも全部二野のせい、などと嘆いた。